それではただいまより令和2年度障害者の障害学習支援活動に係る文部科学大臣表彰事例発表会を開会いたします司会は文部科学省障害者学習支援推進室の井口が担当させていただきます今年度の障害者の障害学習支援活動に係る文部科学大臣表彰事例発表会は新型コロナウイルス感染症への対応のため 昨年度までとは異なり収録した映像を配信させていただくことになりましたお忙しい中画面を通してご参加いただき誠にありがとうございます今年度表彰を受けられた73の個人及び団体の皆様の取り組みについては令和2年度障害者の障害学習支援活動に係る文部科学大臣表彰事例集 という冊子にまとめ文部科学省ホームページに掲載しておりますので皆様にはぜひご覧いただきたいと思います今回の事例発表会ではその中から3つの団体に各15分程度で事例発表をしていただきますまた事例発表後には東京学芸大学名誉教授の松屋勝博先生に 総括と公表に関するコメントをしていただきます発表会全体で約1時間30分程度の視聴時間を予定していますがどうぞお付き合いよろしくお願いいたしますそれでは事例発表に先立ちまして文部科学省障害者学習支援推進室長の小林美穂より 本表彰制度や事例発表会の趣旨を説明させていただきますそれではよろしくお願いいたしますはい、えー、ただいまご紹介いただきました、えー、小林と申します本日はこの文部科学大臣表彰の事例発表会の趣旨を簡単にご説明させていただきます 流れとしましては、まず、1番目に近年の障害者の障害を通じた学習活動の充実に向けた取り組み、次に大臣表彰の概要、そして3つ目に視聴いただいている方、主に自治体の方を念頭に置いておりますが、3つの事例発表を聞いていただくポイントをお伝えしたいと思います。まままずこちらが取りり組みのの全体像になります。現状とと課題としましては、は、障害のある方は 特別支援学校などを卒業した後に学び続けられる場所が少ないという現状がございますデータで示していますとおり卒業後ほとんどの方は就職または障害福祉サービスの場に移行すると一方で地方公共団体の状況としては障害学習の場は各地にありますが障害者の障害学習という観点がないという状況でありましてこうした中当事者へのアンケート調査によれば 障害学習の機会があるるるととと感じてていいい当事者は3割にどまっているという状況ですこのように障害者の障害学習は教育と福祉制度の狭間で見過ごされてきた状況でありますけれども2の社会情勢の変化にありますとおり平成26年に国連の障害者権利条約に日本が批准しましてこの条約第24条で障害者の障害学習の機会を確保するということが強調されています。 また平成28年の障害者差別解消法が施行されるなどさまざまな動きを受けてこの3の推進体制にありますとおり平成29年4月文科省内に障害者学習支援推進室が設置され自治体にも窓口の設置を依頼しながら障害のある方の生涯を通じた多様な学習活動を支援する施策に取り組んでいます。 ここにあります通りその様々な取り組みの一環として障害者の障害学習支援活動を行う個人団体の方々の表彰を実施しております次に障害者の障害学習どのような実践があるのかという表になっておりますけれどもその実践は非常に多様となっております公民館等において社会教育として実践する例もあれば学校では特別支援学校が卒業生に対して 学びの場を提供したりまた、大学が地域に開かれた公開講座を行い障害のある方が参加するという事例また、福祉施設が自立支援や就労支援を行う中で学びの機会を提供したりその他、実践としてもご家族や当事者グループ NPO などが学びの場を提供するとまた、さらに分野も学習や講座のみでなくスポーツ活動や文化芸術活動など多岐にわたっております。 このようにご家族や学生また社会福祉民間団体企業行政行政でも教育福祉労働スポーツそのようなさまざまな方々が携わる中で障害者の障害学習の推進にあたってはお互いがうまく連携しながら協力して学びの場を組織化していくということが期待されています。こののように障害者の障害学習としては 国の施策としてはまだ4年目でありますけれどもそれ以前より長らく各地域で思いのある方々によってさまざまな実践が展開されてきたとそれらの実践例をまずは国として自治体として掘り起こして実践に光を当てて積み重ねていくことがまずは重要であるという趣旨で開始しましたのがこの。 障害者の生涯を通じた多様な学習を支える活動を行う個人や団体を表彰するという大臣表彰の制度になっております今年度も全国から数多くの素晴らしい活動についてご推薦を頂い,いて73の個人または団体の皆様を表彰することになりました特に今年は少しずつ浸透してきたこともありまして数としてもこの4年間で 一番多くの推薦をいただいて累計265件となりました自治体の皆様のご理解ご協力をいただいて大変ありがたく思っておりますこの4年間で都道府県政令指定都市から推薦いただいた累計件数を色で分けたのがこの地図になります白青ピンク赤の順に多くなっていきますこのようにばらつきがある状況ですけれども 私たちが目指しているのは障害の有無にかかわらず誰もが学びたい時にいつでも学ぶことのできる障害学習社会これが日本全国のムーブメントとなることを目標にこの地図を真っ赤にしていきたいと考えております都道府県政令市の皆様におかれては是非地域に根ざした取り組みを継続的に発掘して毎年1次例以上ご提出いただきたいと考えておりますので引き続きご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします こちらは、えー、事例集になっております今年度も受賞された全国の素晴らしい活動の概要をまとめホームページにダウンロードできる形で掲載しております今後全国の様々な地域で取り組みを新たに始めたりさらに充実させたりするための参考資料としてご活用いただければと思います 続きまして、この機会に令和3年度の概算要求について情報提供させていただきたいと思います。文部科学省では平成30年度から具体的な学習プログラムや実施体制などに関する実践研究事業を実施しております。この実践研究は来年度は2つの柱で構成される予定です。1つ目にはこちらの記述にありますとおり、都道府県等を中心として 域内の大学などと連携して障害学習支援体制を構築するための事業であり今年度から開始しております来年度も都道府県から新規事業を受け付ける予定です括弧2は括弧1の事業に加えて新たに市区町村による取り組みを推進するものです現状として障害者の学びの支援経験,経験のない公民館が85%超でありノウハウがないという状況があります そこで市区町村が実績のある民間団体などと連携して主に公民館などの社会教育施設において新たな障害学習プログラムの開発実施を推進して成果普及を目指すものとなっております。これらの2つの柱を車の両輪として障害者の障害学習を点から面面から立体的なものへと展開していきたいと考えております。自治体の皆様におかれてもぜひ これらの予算を活用いただきながら、地域の障害者の障害学習の推進をしていただければと思っております。最後に、今日の事例発表を聞いていただきたいポイントについて触れたいと思います。今日は3つの事例を聞いていただきますけれども、どのような学びの深まりや広がりがあるか、どんな人たちが実践を作り上げているか、こだわっているポイントは何か、今後継続的に進めていく上で、 どのようなな実践的な課題があるかこうした点にちょっと着目していきながら、えー、主に各自治体の方々におかれてはそれぞれの自治体のエリアに類似の取り組みがあるかその場合地域のこうした多様な実践を育てて自治体として支えていくためにできることは何かといった観点で、えー、聞いていただきながらぜひ共に学び生きる共生社会を 地域で実現していくための構想へのヒントを、今日の事例発表会から得ていただければと考えております。以上になります。ご清聴ありがとうございました。